待て、ウィッチャー。娘を見つけたらこれを渡してくれるか。人形か。災いの目は早めに積んどけっていうな。自分で見たわけじゃないか。マートを掴んだって話だ。それでバン。お前ら、あのメスの怪物をやっつけに行かないか。鍛冶屋の娘か。ノビグラドの娼婦みたいにお仕置きされた。レダニアに栄光あれ。お前らは病気をばらまく敗北主義と逃げ腰者だ。性がいいな。血まみれ男爵の娘を探している。お前の兄弟からここだと聞いた。ボイツェクから聞いただと。他にどうしてわかる。待ってくれ。すぐに連れてこよう。私を探しているそうね。どなた？父の依頼？ああ。元気でいるか確かめるために。リビアのゲラルトだ。これ以上ないほど元気よ。今までの腐った人生の中で一番元気。用事が済んだなら帰って。待て。これ以上話すことはないわ。腹を立てるのも当然だ。だが君を心配してる。当然。父に雇われた悪党の同意を得られて光栄だわ。父の心配事なんて次に何を飲んで酔っ払うかだけ。男爵は成人じゃない。それは明らかだ。だが全力で君を探してる。君と母親を見つけること、それ以上に重要なことはないようだ。悪人は見分けられる。彼はそうじゃない。残念ながらそんな様子を見たことなんてなかったわ。特に母に対して。過ちを犯し今は自覚してる。かばうわけじゃないが、自分のしたことがやっと分かったんだろう。君がどれだけ大切かも。素晴らしい。覚えておくわ。で、それを言うためにはるばるここまで？捜索を受ける前に父親の言い分は聞いた。君の話も聞かせてくれ。私の？沼地に囲まれた人生と同じくらい退屈よ。一番古い思い出はボトルを握りしめたまま階段の下で寝てる父の姿。
その後の10年は同じね。父は酒を飲み、何日か姿を消したわ。怒りながら帰ってきて家具を投げ飛ばした。戦争に感謝するわ。父が戦地に赴くのが嬉しかった。あとは口論、父が母を怒鳴りつける声、殴る音、母の泣き声、ベッドの下に隠れて静かになるのを待ち続ける日々。それを19倍にすれば私の人生の出来上がり。父は一線を越え、母も私もとうとう愛想を尽かした。それで逃げ出したのよ。詮索したくはないが、母親は流産したそうだな。父が悪いの。突き飛ばされて転んだのがきっかけで、二人きりで誰の助けもなく血だらけで、人生最悪の夜だった。気の毒に。辛かっただろう、二人とも。母はショックを受けて、これでよかった、子供なんて欲しくなかったとわめいて。熱があったのね、ずっと出血していたから。子供を望まなかった。父の子供を産むなら腹を切り裂いた方がマシだって。ボイセクによれば、母親の手に妙な印があったと。そして怪物に森へ引きずり込まれたと。私たちは川へ向かっていた。突然母が叫び、かがみ込んで馬から落ちかけた。駆け寄るとおかしなものが見えた。燃え上がる母の手が。その時怪物が森から飛び出した。何かは分からなかったけど、うなり声の凄まじさに鼻血が出たわ。あれほど怖かったのは初めて。あの生き物が母を掴んで森の中へ消えた。引き返して追いかけたかったけど、馬が取り乱して。今では生きているかどうかもわからない。これからどうするつもりだ。母を見つける。簡単に行かないことは承知のはずだ。心配しないで、一人でできるとは思っていない。新しい友達がいるの。強い友達が手伝ってくれる。友達とは？よければ教えてくれ。ええ、永遠の炎教会を知ってる？司祭がレダニアのウィッチハンターに連絡してくれたの。高潔で勇敢な人たち。彼らが手伝ってくれる。食台が部屋にあるということは、永遠の炎の信者というわけか。一度その炎が心に宿ったら、永遠に力を与え続け、真実の道を歩ませてくれる。あなたもいつかその祝福を受けるといいわね。ありがとう。だが火の扱いは難しい。簡単に火傷する。父親はどうする？誰？ああ、どうでもいいわ。戻る気はないし、人生のあの部分はもう忘れたわ。これはこれはウィッチャーか。まさか男爵がモンスタースレイヤーを雇うほど落ちぶれたとはな。追跡がお得意だとは聞くが。ご存知とは光栄だ。そちらの自己紹介はまだのようだが。グラデン、レダニアのラドビッド王に仕えるウィッチハンターだ。聞き覚えはあるはずだ。そういうわけか。血まみれ男爵から娘の捜索でよこされたなら認めた方がいい。任務は失敗に終わる。お気遣いには感謝するが不要だ。タマラは自分の道は自分で決められる。ほう。寛大なことだ。雇われた殺し屋が他人のために報奨金を放棄するとはな。ハンターと永遠の炎教会に代わって礼を言おう。男爵は娘の捜索にウィッチャーを雇ったわけか。面白い。娘を見つけるために必死な父親は何でもするのさ。ウィッチャーが思いがけないことを言うものだ。変異によって人間性を取り除かれ、感情をなくしたものとは。人間性の剥奪に変異は必要ない。その例は山ほど見てきた。どこへ連れて行くつもりだ？タマラには休息が必要だ。辛い経験をしたからな。永遠の炎のぬくもりで力を回復させてから母親の捜索について検討する。出発の前に父親からこれを預かった。クララ？父がクララを渡すようにと？思い出で私を買い戻そうなんて。そんなことでは壊された子供時代は償えないと伝えて。さよならウィッチャー。なんであれ、選択を委ねてくれてありがとう。あの暴君の元に無理やり連れて行かなくて。自分が何をしようとしているか理解してると願ってるよ。こう思いなる。
話を聞こう。何の用件だ。贈り物を渡した。どうだった。言いにくいんだが、人形を投げ捨てたよ。捨てた。そんな、俺の望みは。それでアンナはどうなった。まだ詳しいことはわからない。今彼女の痕跡を追ってる。それならそんなところに突っ立ってないで探しに行け。ではな。